はい、これはですね、EPROM というね、いわゆる今の BIOS に相当するものなんですけども、このガラスの窓がついてるんですね。こうガラスの窓がついていて、ここに紫外線を当てることによってプログラムを消します。そのためにプログラムを書いた後はこのように、銀紙のシールを貼ってね、プログラムがなくならない。でも徐々に徐々に、電子がこう蒸発して抜けていくんですけどね。紫外線を当てるとね、中に入ってる電子が一気に蒸発します。プラスチックのね、粒の中に電子をビュッて注入するんですけども、光を当てるとそのプラスチックの粒の中から電子が外に出てしまうと。電子が入ってれば1、電子が入ってなかったら0っていうような判断をする EPROM って言います。今、電気で自動的に消せる EEPROM ってのに変更されてますけどね。はい、これ、Apple II の空論なんですけども、F8 はですね、これ、いわゆるオートスタートロムってやつなんですけど、こういう EPROM、これ使えるんですけども、こちらの場合には電気で消せる、その後出た EEPROM っていうのがその後出たんですね。なもんですから、この EEPROM を使ってます。でも昔はね、プログラムは、このね、こういう窓がついてるね。窓がついてるやつで、紫外線を当てて、プログラムをなくならして、書き込んでまたこうシールを貼るっていうようなことでは、このような EEPROM ですね。EPROM ですね。この、消したいと思います。どうやって消すかというと、こう殺菌灯なんですね。殺菌灯を使ってこのようにセットして、大体30分で消えるもんですから、昔は手動で測って、今タイマーがありますんで、こうつけて、でこれをこう置いて、殺菌灯のこれ真下でもいいんですけどね、こう置いて、それこの形にして、これね、見るとね、目が危険なもんですから、これ蓋しちゃうんですけど、今最初ちょっと、30分ね、はい、ついてますね、これね、殺菌灯がね。これで危ないもんですから、見つめちゃうとね、目が焼けちゃうんで、これで蓋をして30分待てばプログラムが消えると、こういうわけです。はい、これね、拡大鏡で拡大してみるとね、中にこう、IC のですね、チップが入ってるのが分かりますね、これね。うまく撮れてるかな、ちょっとよく分かんないんですけど、拡大鏡で、こうやって拡大してみると、中の、チップが分かります。はい、これは1980年に私が、すべてマニファクチャーというか手作りをしたプロトタイプの Apple II ですね。で、今ここにロムが載ってますけれども、今キャラクターロムをね、これからプログラムしてみたいと思ってます。ここはね、もう蒸発してるんで、新しいロムに交換しました。これまだ交換してないもんですから、今紫外線で消したやつを使って、キャラクターロムを書き換えてやろう、書き込んでやろうと思ってます。ここに、英語の音声合成ボードが載ってます。これが英語の音声合成チップですね。で、ここにデータがあるもんですが、これちょっとね、もうそろそろ書き換えないとやばいので、このプログラムも書き換えたいと思います。はい、まず、ロム抜き。ロムは、これソケットでできてるんで、これで、挟いで、はい、ある程度浮いたら、細かいとこはね、こういうのでやったがいいもんですから。ロムが抜けました。
これをこちらの EP ロムに焼き付けていきたいと思います。はい、はい、まずこちらは、インテルの M2716 でデバイスリードします。はい、リードされました。これデータね、これ書き込みます。デバイスプログラム、はい、まずね、これは2716でインテルの2716をセレクトします。でデバイスでこの、PROM からデータ読み込みます。リード読み込みました。はい、デバイスで、書き込みをします。プログラムですね。そうしましたら、PROM ライターに書き込みます。今読み込んだのでデバイスプログラム、プログラムでプログラムですね。でずっと行って駆け上がりました。 OK、 これでキャンセルボタンを押します。はい、書き込みができたらですね、銀紙、銀の、あのテープがついたこういうのでね、窓を塞げます。はい、で窓を塞げたら何が入ってるか分かんなくなっちゃうんで、はい、プログラムの内容と、いつ書き込みをしたかってことを書いておくと、まあディスクにデータ取ってありますけど、消えちゃうってこともあるしね。はい、これで汚ねえな。ワープロで書くか。